どう？おお、非常に面白い戦いになる。相手の方が、いや、めちゃくちゃ数多いな。行こう。よし、全軍続け。なんかちょっと動きが変わったような気がするけど、そんなことないか。あれ、練習しないとな。シールドウォールとかどうやってやるんでしたっけ。応対射撃許可乗馬。あれ、なんかシールドウォールとかあったような気するんだけど。陣形みたいのなかったかな。騎兵は追従か。減らそう騎兵。いや、いいか、トルネルコさんだけ行こう。危険な連中だ。マジっすか。今のジャベリンはとんでもないな。任せな、ジャベリンをとにかく減らすんだ。オッケーオッケーオッケー。まだ持ってる？まだ持ってるな。さあ、無駄落ちしてくれ。当たらないぞ。これ以上は、あー、しまった。退却。これは逃げる。あー、ミスったな。面白い戦いになると思ったんだが、あとは味方に任せる。ありがとう、ありがとう。トルネルコがヘボなだけで勝てる、勝てるようだ。いや、味方のおかげで撃破ですね。よかった、ありがとうございます。味方の部隊をトルネルコだけという。 OK OK、 いいよ。あ、囚人が超えてしまってるね。追いはぎを、よし、これでいい。粗雑な北方の素朴なショートスピア。長さ173。こっちにしようか、兄貴。北方の革ベスト、いいね。これ結構かっこいいな。これはなんか、歴戦の商人っぽいぞ。いいね。で、油にワインに夏菓子、結構いいのゲット。あざっす。で、おとなしくタイアルに向かいましょう。タイアル到着。誰だっけ、ヤギのエリクシャー、未亡人からた、この方だな。知らない人だね、平穏あれ。未亡人からた、多少知られている、敬意を表す言葉。タル職人カフーンから頼まれた仕事の件で来た。
羊を7つ持ってきたが、約束通り695の入った財布を持ってきている。どうぞ。うわー、ものすごい減った。製品を売れない商人、これちょっとまずいクエストなんだな。で、酒場へ行って丘のハルガード、強脳天割りのギャビン、取引をしましてですね、売っちゃう。で、あとは我々が買った商品というのは宝飾品、そうでも銀鉱石高いね。もうものすごい減ったな、売り値が。こんなに減るの。ベルベット58デナル、ワイン48デナル、高いってことだね。油、木材、すげえ。よし、OK。この武器ちゃんたちどうしようかな。ちょっとこの辺で海賊狩り少しやっていいですか。体力は 22%、 これで戦える。クエストはもう完了したね。よし、 OK。うん、またいい感じの相手がいた。さあ勝負、海賊。レク殿が追ってきてるな、一緒に。お、レク殿が味方になった。さあ勝負。相手方には森族団が、おお、レク殿の部隊、騎兵もいるな。キャラバン隊に加勢してくれるとは、なんとありがたい。トルネルがちょっと体力がまずいんで気をつけないと。歩兵のみ前進、まるで部隊を指揮しているかのような気分ですね。たまらず交代する。交代してないな。これは相手になってないな、海賊。圧勝。さすがっすね。海賊の隠れ家がここにあったな。追いはげ8名か。おお。さあ今度は19名対23名ですね。今度こそトルネル号をやられないようにしないとな。どこがいいか、戦う場所は。みんなカモン、この辺りにしよう。体型指示、これか。 F3 か。円月人、かっこいいな、シールドウォール。してくれてる、シールドウォール。おお、いいね。あ、ここに来る。よし、騎兵、突貫。歩兵、ゴー。ナジンがやられたか。
この旧兵部隊が何と言っても強いのかな。二人ほどやられたがまあしょうがない。トルネルコ、お久しぶりです。最近盗賊を捕まえたそうですね。一町人として旅路の安全確保のための努力に感謝して、何か困ったことがあると。信用していない。そうか、残念だ。ギャングのリーダーは武器が必要。蛇の目なく負け部での盗品売却。あの密輸のクエストがこんなに影響があるとは。気をつけないといけないな。負け部でちょっといいルートがありますね。この負け部でですね、雨が結構高く売れるんですよ。10デナルぐらいになるまで売ろうか。あとこの羊毛ですね。いや、この羊毛やばいですよ、この値段は。結構まだ売れ、全部売っちゃおう。天布もそうかな、そんなに高いかな、これ。売ろうか。陶器も高いですね、これ。このマケブっていう街はかなりちょっといいところかもしれません。結構いろんなものが高く売れるので、アマ10でならオートンガードでさらに売れますんで、オートンガードに売ってきますか。これ結構な金額ですよ。オートンガードってどこだっけ。ここか。風材との草原場とかもいいですよね。高く売れるんじゃないかな。まず買い物をして、そう、いや、そんなに、そんなにだな。アランのための朝練。朝練クエストはちょっとやめといた方がいいような気がする。兵士を育ててくれみたいな、そういう感じのような気がする。帝国土兵、海賊の戦士、帝国土兵か。うん。樽職人、オートンガードでの高額な原材料。不器用な樽。ライバルのギャングがオートンガードに進出してきた。なんだ、どういう、あれかな。お、甘。すごくいい。売っちゃう。これ全部売りましょう、オートンガードで。宝飾品はそうでもない。で、オートンガードで、なんか高く買えませんか？このルートは結構いいですね。毛皮は安いな、ここも、オートンガード。ベルベットはそうでもないな。うん。木材、バルタカンドでそんなに高く売れます？タイアルでも。買っちゃおう。粘土は？ああ、結構いいな。これ本当かな？とりあえず買って。これギャングのリーダーってなんだろうな。ライバルのギャングが進出してきた。私はトルネルコ、不器用なタラ。困ったことがあると聞いた。彼女の名前は赤目のエチャ。彼女の連中が壁の外に出没してきて、最後の遊びをしている人、楽しそうに飲んでる人からは金を奪っている。具体的に何をすればいいんだ。おお、ちょっとやってみるか。ならず者の集団と戦おう。おお、赤目のエチャ。しばらく待ってれば来るのかな？また。いや待ってね、そういうわけではないようだ。クエストは？
彼女は3日後に戻ってくるようにあなたに依頼した。3日後か。わかりました。じゃあいいかな、ちょっと攻撃してきて。この辺りはまだまだ道は遠そうだな。この289デナルの出費が痛い。改革しないといけないかな。銀鉱石すごい値段。木材めちゃくちゃ高いな。ありがとう。粘土もちょっと高くなってるかな。オートンガードだったな、確か。隠れ家を発見？まあ、関係ないやつか。3471デナル。OK。時が来たようですね。では、タラさんに話して、ライバルのギャングがオートンガードに侵入してきた。進出してきた。戦う準備は、大丈夫？準備はできている。終わらせよう。あれ？この装備はちょっとまずくないか？あ？俺と戦って不器用なタラがお前をここに起こしたのか。みんなここには流血を望んでいない。この街は俺たちみんなにとって十分、ん？十分でかい。しかしお前が流血を望むならば喜んでお見せしよう。私がいないとか、あなたが参加する必要はありません。あなたが参加してくれたら彼女のその倍の金額。私は武器だ。これはちょっとさすがにダメっしょ。いくらなんでも。後悔することになるぞ。よし、行くぞ。作成された片手剣を生かすんだ。勝てた？勝てたようだ。倍の金額で買収されそうだったが。赤目のエチャの舞台撃破。どうなるんでしょうこれ。ああ、今まで最後の戦いだって。さあこの財布を持って行ってくれ。君にふさわしい。赤目のエチャはどこにいるんだろう。530デナル。これ、あれですね。一つのクエストを、こうなす、あ、いるわ。普通にいた。一つのクエストをこなすたびに、なんて言うんでしょう。誰かとの関係が悪くなりますね。で、ちょっと我々、ドラゴンクエストキャラバン隊なんですけど、まあ、舞台として強くなったのはいいんですが、全然こう出費が多くてですね、資金が増えないので、舞台の改革が必要ですね、これ。でもみんなもうなんか愛着が出てきたからな。どんどん仲間にもなってくれますしね。路上強盗、バタニア・フィアン投手、森族。帝国可視官土兵、帝国土兵。アンブレラが今攻められてるのか。